Welcome to Her Confidence Her Way podcast. I am Emiko Rasmussen, a soulful CEO of business and life. I am obsessed with helping you to break through your limiting beliefs and show you what is possible to be, do, have anything that your soul desires. If you are ready to build a mindful, sustainable, and impactful business while honoring your feeling, this is the podcast for you. I do business differently because I believe 100% that business is a soul work, and it is not about how fast you grow your followers or how fast you get your results. Your business grows because you grow from inside out. Are you ready to become limitless? Allow it to flow. Are you ready to activate your power and stay in your power and stay in your inner peace? Who is here for this? I am super excited to invite you to my free new masterclass. このマスタークラスをやろうと思った理由は、たまたまポッドキャストで聞いていた方のこの一言だったんですね。で、彼女が言ったことは、I'm here to serve as many as women before they become my client. Wow! このね、言葉が彼女のこう私のこのアクティベーションのボタンをね、こう、プッシュしてくれたんですよね。もう私は9月から有料のワークショップしかしませんって決意したんですよ。でも、彼女の言葉、私はお客様になる前に、多くの人をこうお客様になる前にトランスフォームしたいって、あの言葉が私すっごく響いて、 Ooh, yes, yes, that's me って本当に思ったんですよね。だから私はもうあんな風に言っちゃったのにかっこ悪いなとか、もうそういうことじゃなくて、 I am on a mission。 だからもうこれは私はもう絶対にこのマスタークラスフリーで皆さんに届けたいって思ったので、 It is happening! It is coming! Yay! マスタークラスの詳細は私の E メールに登録されている方は E メールが送られます。そして Instagram をフォローしている方も私の Instagram のバイオに入っているリンクから登録することができます。日程はアメリカ10月17日、そして日本は10月18日から5日間です。もしも参加ライブでできなくても録画の方は、アクセスができます。で、じゃあ実際にこのマスタークラスどういうものなのかというとですね、 I just want you to feel it, okay? Feel it, really feel it. もう本当に自分の中でこう、私の今の言葉で Are you ready to activate your power? って言う、それを聞いた時にもう心のハートがうーって思った方は You should join, okay? このマスタークラスではこのパーソナルパワーをアクティベートして、今までに考えたことがないビジョンを本当に広げて、ビジネスと豊かさの拡大と広がりにつながる、こう evolution, it's an evolution, もう本当に進化。 It's like transformation, yes, but it's like more than just a transformation, okay? I don't even know how to explain. もう本当に言葉で説明しきれないほどのこう私の中でのめちゃめちゃパワーがこうみなぎっているので、この言葉を聞いて、なんか感じると思った方、 You are invited, okay? So this masterclass is gonna be a powerful activation for you. Your power, your personal power, your inner peace, and your voice, everything, your presence, okay? で、もう本当にこのビジネス、皆さんのビジネスエボリューション、もうここから私は始まるんじゃないかなってすごく思います。So if you are ready to stay in your power and stay in your inner peace and expand your business and wealth, this is the master class for you.このマスタークラスではビジネスのステップバイステップ、ビジネスを始めるにはどうしたらいいか、ビジネスをこう早く
ビジネスで早く売り上げを上げるにはどうしたらいいかみたいな、そういうことではありません。 So if you're looking for that、 もしもそういう情報を探してる人、 This is it、 Okay、 あ、oh, I'm so excited、 I can't wait to welcome you in the masterclass。Hello, beautiful souls. How are you doing? I am doing amazing, and I hope you are having a wonderful day too. I am super excited to talk about this topic today. 今日のトピックは、私がビジネスのメンターとして皆さんにお話ししたいことで、特に何かっていうと、その皆さん大体こうビジネスを始める時とか、こう皆さん進めているところで、うん、見えるところを頑張って知ろうとしている。でもこのジャーニー、まあ、ビジネスだけじゃなくても全てにおいてそうだと思うんだけども、自分がどんなに準備しても実際やってみると見えなかったところが見えてきたり、だから本当に氷山、本当に私氷山のこのエグザンポーで氷山を使うっていうのすごく好きなんだけども、やっぱ見えてるのは本当に一角の頭の上の部分で、こう下には見えないものがたくさんある。で、私はこれ実際に、例えばね、まあ、氷山のこのエグザンポーで言うと、私が会社でずっと働いていて、メンターにお世話になってもらった時に、メンターに言われたんですよね。私がそのリーダーシップのポジションで、マネージメントのポジションに就いた時に、彼女に言われたのが、 Be careful. There are so many blind spots. ブラインドスポットがいっぱいあるから気をつけてねって言われて、じゃあそのブラインドスポットを教えて、先に教えてよって言ったら、 You're gonna have to experience it って言われたんですよね。と、それはもう、どんなに準備したって準備しきれるものじゃないから、I will show you, no, what did she say? I'll help you as you go みたいな感じで、その時が来たら私がサポートするからって言われて、すごいなんか焦ったというか、なんか But how? Tell me now ってすごい、もう今教えてって思って。で、何かっていうと、その言われたのが、Just be careful の、be careful のブラインドスポットっていうところで、彼女に言われたのが、あなたがマネージャーとしての立場、こう人をね引っ張っていく立場になると、まずリレーションシップが変わるよって。どんなにこうフレンドだと思ってた人たちも、こうタイトルが変わるだけですごく変わるよって言われて、いやそんなことないよとか思ったけども、 She was right. Oh my gosh, they changed. なんか例えば今までだったら、例えばなんかちょっと It's very silly. すごいシリーだけども、なんか E メールとかでもすごいファニージョークとか、なんか面白い動画みたいのとかをこうね、みんなでこうチェーンで回してたりとかしていいのかな、良くないのか分かんないけれども、会社でね、同僚たちがいつの間にか私の名前がね入ってなかった、抜かれてただから昔は、昔っていうか、そのマネージャーになる前はそういう E メールが私のところに回ってきたんだけども、いつの間にか、なんか最近そういえばああいう E メールなんか急に止まったけどやってないのかなと思って、で聞いたら、ああなんか I think your email isn't included. I think because you're a manager now. みたいな感じで言われて、Oh my gosh, she was right! と思ったし、あとは、氷山のところ、ちょっと氷山のところにちょっと戻る。これがポイントな。氷山のところで言うと、あなたがマネージャーとして見えるのは本当に氷山の上の一角で、水面下っていうのはなかなか見えないから、Be careful! って言われて、と思って。うん、でどういうことかって言ったら、やっぱり見えるところって本当に表だけで、だからリレーションシップも変われば、うん、その昔だったら全て聞こえてたこと、何々さんがこういう感じなんだよねとか、なんか例えば同僚の子がすごい今なんか苦しんで辛い思いしててとか、そういうのを私はそのリードっていうポジションの時はね、いろんな人がこう私のところに話持ってきてくれたけど、マネージャーになるところの立場がなんか変わって、一気にそういう話をね持ってこない、私のところに直接持ってこなかったりすると、 It's a blind spot. So, 彼女が、そのチームメイトがこう苦労してるのに私が気づかない場合だってある、right? だから、まあ、私はじゃあそれで結局ね何をしたかっていうと、やっぱりもうオープンコミュニケーションだし、私 の, テーブルデスクはオープンドアだからって言って、いつでも話持ってきてねって言っても、持ってきてねって言っても持ってきてくれないから、 I have to go first as a leader
leader has to always go first. なんていうのかな、まあ、常にリーダーがずっと先に行かなくてもいいシチュエーションだってもちろんあるんだけども、リレーションシップビルディングとか、trust building とかの時は、you have to go first. You have to open up your heart first. Then they'll open up their heart. もうこれは本当に、なんだろう、どんなにリーダーシップのトレーニングとかやっても、これはもう絶対に、なんていうの、本当にやらないと学べない、うん、ことだったんですよね。ということで、まあそういうようなね、本当に、うん、もしかしたらそういうようなこれから私がお話しするようなことって皆さんにもこうなんだろうな、こう出てくる、そのシチュエーションで出てくるかもしれないけれども、その how to、 どういうふうにしてそれを乗り越えるべきかっていうのはもう今から別に考えなくても私はいいと思っているけれども、でもやっぱりこういうことを知っておくと、そのこの時が来た時には、あ、これがエミコが言ってたことなんだって、うん、あの思い出していただければっていうふうに思います。Okay? で、ナンバーワン。じゃあまずはじめ、一番目なんだけども、まず一番目は、みんながみんな必ず結果が出るとは限らない。で、ここってすごいやっぱコーチとして、皆さん本当にみんなをサポートしたいし、結果を出してあげたい。ここは本当に私たちみんなが望むところだけども、お約束するのはそこじゃないんですよね、コーチとして。コーチ、まあ、特にサービス業をしてる人。さ、どんなに、じゃ例えばスキンケアの人だったら、どんなにいい商品を売っていたって、結果が出る人もいれば結果が出ない人もいる。何が違うか、まあ、もちろんそのお客様のマインドの持ち方、こうエネルギーのあのその人のあり方っていうのももちろんそこもあるけど、今日はちょっとそのところは話さないけれども、お客様がじゃあこれ使ってくださいね、1日朝と夜必ずこのようにしてこの分量で使ってくださいねってサポートしているのに限って、お客様がそれをやってくれなければ結果は出ないですよね。ヘルスコーチが Okay, I'm gonna help you to get that super super amazing, I don't know, beach body もう海に行っても自分が本当に自信が持てるくらいの体、right? で、たとえその人がじゃあ体あのコーチと一緒にやったとしても、もしもでもその人のセルフイメージが変わってなかったら She's so not happy right? いろいろありますよね。腹筋、一緒に腹筋してお腹が割れる、でもトレーニングにいきなり来なくなっちゃったり、もうやりたくない、または食生活っていうところもね、これってあの運動だけじゃないから、食生活のところも気をつけて、こういう食事方法してくださいねってガイダンスを上げているのに、でも結局食べているのはチップス、あらのピッツァ、フレンチフライズ、ハンバーガーズ、right? だから私たちサービス業、特にサービスをしている人っていうのは、お約束するところはお客様の結果ではないんです。お客様の結果を出す、そこにお約束をする人はお客様です。私たちじゃない、私たちがお約束するところは、そこに達成するためのそのプロセスに 100% コミットしてガイドすること。 OK? So I wish I knew that. これが私は分かってなかったから、お客様みんなが結果が出ないことで私全然ダメなコーチだみたいになってしまっていました。 OK? So it's not your responsibility, right? で、それで2番目っていうのがちょっとこれにすごくつながるんだけれども、お客様の声、Client testimonials、right? お客様の感想を声、インターネット、特にインスタグラム見たら、たくさんいろんなコーチがこういう、ね、お客様こうです、こうです、こうですみたいな感じでやってますよね。Okay? で、特に私の教えてる、まあ、私は、うん、いろんな、例えばそのコーチっていうのがいたとしたときに、私はビジネス and life mentor、right?で、そこを見たときに、ビジネスコーチってもう山ほどいるわけなんですよね。Okay. で、私はなるべく比較しないようにしてます。でも、インスタグラムワールドはめっちゃ危険で、別に見たいわけじゃないけれども、たまたまこうストーリーのところに上がってきたりだとか、たまたま投稿のところでこうおすすめの投稿とかに上がってきちゃったとき。Okay.
一番ベストなのは No, I don't need to see it って言って行けばいいんだけれども、私だって人間だから気になって見ちゃう時だってあります。 Okay? What happened? お客様が1ヶ月で売上こんなに出ました、3ヶ月でお客様こう8桁収入いきましたとか What? How?何この人どうやってってそういう風にしてそんな結果出してんの、すごくない？やっぱ私ダメなのかな、私の教え方じゃダメなのかな、 Oh my gosh、right? で特にビジネスワールドはもう本当にここだから、もしもポッドキャストを聞いてる方でビジネスコーチをやってる人、 Be careful, be careful, not everybody、 これも本当にそう、テストモニアをお客様の声だって、コーチってかこの、うん、コーチ業をやってる人選んでます。特にビジネスコーチやってる人、マーケティングだって学んでるからマーケティングするのも上手です。Okay? We only pick the best ones. We only pick the best ones. で特にビジネスコーチの人だったら特に何を前に出してくるかって言ったら、何ヶ月でいくら稼ぎました、1ヶ月目でこんな結果が出ました、お金、もう全てもうお金。でだから他のコーチ業またはビジネスをやってる人はそのビジネスコーチの人のそのテスモニオを見て Oh my gosh, I'm not winning. 3ヶ月やってんのにこんなに売り上げ出ない。 Oh my gosh, I'm not doing good. Right? No. So let's just not forget. だから私が一番目に言ったポイントっていうのが、みんながみんな結果が出るわけじゃなくて、で2番目のところでお客様の声っていうのは本当にコーチたちが選んで出してるものだし、もちろん嘘じゃないから、 I hope it's true, right? まず 嘘じゃないから本当事実だけれども、 How many people are actually getting the result? Like that. みんながみんなじゃないわけなんですよね、これ。Okay? で、だから私ももちろん受講生さんの中でお金のウィンもします。Of course, I want to celebrate. これはもう本当にビッグウィンです。Okay? 結果として、結果っていうのもこれもその、うん、成長しているっていうのももちろん結果です。でそこもウィンだし、例えば私のクライアントの方とかで今まで絶対にこんな話上司に持ってけることできなかったけれども今日実は話してきました、1年前の私だったらこういうことを私の上司とお話しすることができました、できませんでした。 That's a big win for her. 初めて今日ポッドキャスト第1話リリースしました。 That's a huge win for her. 今までだったらこういうシチュエーションですぐに子供に向かって怒っちゃってたところ、なんか気づいたら私しっかりと子供に対応できてました。 That's a big win for her. わかります？もう win、この結果っていうのはいろんなところにあるんですよ。いろんなところにあるんだけれども、特にビジネスのコーチの人っていうのはそういうウィンよりもやっぱりみんなビジネスコーチから学びたいことというのはビジネスの成功でお金を稼ぎたいわけだから、 Don't tell me、 もしもビジネスをやってる人でいやお金は稼がなくてもいいって言ってる人、 then do a charity, don't do business, okay? Just go volunteer. We're in business. 私たちはビジネスだからお金を稼ぐっていうことも大切なところです。で私は特に女性のジェンダーギャップっていうところで、私本当にインカムのこのギャップがすごく大きくって、で日本の女性ってすっごい下の方だったんですよね。もうそれに私はびっくりして Oh my gosh, I wanna change と思ったんですよね。だからそんな私たちがそういうことを言っていたら社会だって変わらないわけですよね。 What kind of message are we bringing to the next generation? 次のジェネレーションの人たちにも同じメッセージ私は送りたくないです。 I wanna make a lot of money. But これってじゃあどういうことか、お金をたくさん稼ぐっていうことはもっともっと私ができることがたくさん出てくる、もっともっと自分に投資して、もっともっとネクストレベルのことをもっともっとクライアントさんに提供することができる、お金がたくさん入ってくるっていうことは私の受講生さんたちももっともっと増えている、またはハイレベルな価格でも来てくれるお客様が増えている、right? いろんな循環、ここにはエネルギーの循環があるわけなんですね。 So don't tell me thatYou don't care about how much of money that you're making. Please do care. Okay. Alright. ちょっとオフしちゃったけども、ポイントは、だからこのビジネスのワールド、インスタグラムで特にビジネスコーチが出している
結果っていうのはほんの一部、一つまみの部分だし、選んで出しているし、みんながみんな成功しているわけじゃないので、その誰かさんの成功と皆さんの成功を比べないこと。だって例えばじゃあ私がこの誰かさんがあの1ヶ月でこんな結果、私じゃあ実際のクライアントさんで言うと、あのクライアントさんで皆さんっていう方がいるんだけども、彼女、私のプログラムに入ってきてくれて2ヶ月かな3ヶ月か忘れちゃったけれども、1回のローンチで100万円以上、100万円だったっけな、ちょっと忘れちゃった No, it might be more、 あの成果を出してるんですね、okay、2ヶ月でですよ。これ聞いた時みんな焦りません？え、2ヶ月でって思うかもしれないけども、でも私が、あ、200万円でした、ごめんなさい Sorry 皆さん、200万円です、okay？ 2ヶ月で200万円って聞いた時に What? How did she do that? Right? 私覚えてます、選んで言ってるんですよ。彼女はもうすでにずっとビジネスやってる人です。ビジネスでもうすでにお客様もいる人です。 OK? So、だからあの氷山と同じ、 We don't know what's underneath。 で彼女はそれだけじゃない、ただ単にビジネスやってるだけじゃなくて、もう内側の部分のマインドの部分だってもうずっとずっとお勉強されてきて、彼女自身がもう本当に潜在意識 の書き換えとかを教えているような方です。だからもちろん彼女にとっても、私がこう、私たちみんなブラインドスポットあるわけですよね。だから彼女にとっても本当は分かっていることだけども、やっぱりこうやっていると忘れてしまう、だから私がリマインドをする。で特にマインドとかのことも、本当にマインドセットのお勉強をすでにしている人とかとしていない人の違いっていうのは、私がそこでリマインドすると、あ、そうだった、いや、yes、right。 でそこでもうすぐにもうシフトできるんだけれども、やっぱそこが分からない人っていうのは、いやいやいや、 OK, tell me more about what to do, right? あ、ここがね、まあ違うところなんだけども、 anyway, so、 だから、うん、お客様の声っていうところにも惑わされないように。だからこれはその自分がビジネスやってる身で見るのもそうだし、あとは他の、例えばじゃあ私だったらビジネスを教えている身として、他の人のテスモニオス、あのお客様の声を見て、 Oh my gosh, How is that possible? なんでそんな2ヶ月にこんな成果ってすごくない、なんで出せんの、何教えてんのright? 焦る、うん、もうこういうこととかっていうのはビジネスが始めた時のステージで学ぼうとしても、でも全然意味もないし、全然意味もないし、うん、なんだろうな、意味もないし、あの、そ、進まないとわからないことだと思います。 OK、Third point、 3つ目のポイントいきますね。3つ目のポイントは、Not all the investment doesn't come back or cover。 すべて出した投資、これは必ず返ってきます。 But お金として返ってくる場合もあれば、お金っていう形じゃないもので返ってくる場合もあります。Okay? じゃあ何が言いたいかっていうと、私これもよく言われるんですよね。コーチエミはビジネスを教えてるから、教えればビジネスを教えればみんなお金っていうところで返ってくるから投資しやすいと思うけど、私の場合は、例えばじゃあセルフラブだからとか、私の場合はヨガだからとか、私の場合はなんとかだからって言う人たくさんいるんですよね。 OK、結局のところ投資っていうところに、投資をギャンブルだと思って見てる人はこういう考え方をします。そう、投資で、じゃあ投資をギャンブルだと思って、カジノのテーブルに、ラスベガスに行って、カジノのテーブルに、私はあんまりギャンブル好きじゃないチュケン、あんまチュケン怖いんですよ。投資じゃない、ギャンブルは怖い、投資は大丈夫ギャンブルは怖い、でギャンブルで、はい、so you bet、right? 100ドルベットして、はあ、2倍になって帰ってきませんように、またはこう、なんていうんだっけ、タイじゃないか、なんていうの、ちょっと忘れちゃった、タームがあるのに、あ、こうディーラーと、こうじゃあ21、right? 20ブラックジャックをやっていて、そう、 I win、right? でそれが2倍になって帰ってくる、 great、 またはじゃあ、自分の手持ちが、例えばじゃあ16、Oh my gosh, 16 isn't a good number. 16はいいナンバーじゃない。でも、ディーラーがバスするっていうのは、その21以上の数になったら、I win, right? Whew,
または、oh, I think it's the word push. または私19、yes、21に近いぞ。これは勝つ可能性がある。ディーラーも19。It's a push or I don't know, it's even, whatever the term that they use. Okay, okay, I get to keep the money. I didn't lose. Okay, 投資はギャンブルじゃないんですよ。だからお金出してお金がそのままそういうふうに返ってくるって言って見ている人は自分自身も投資することができないし because you don't want to lose it. But 投資っていうのはお金だけじゃないんです。それ以上のものが返ってきます。 Okay, that could be a better relationship. だってお金があってもリレーションシップがパートナーと良くなかったら What's the point? 投資をして、うん、家が綺麗になった、right? Special organizer、ね、こんまりメソッド、私のクライアントさんにもいるけれども、こんまりメソッドでこうお部屋をこう綺麗にしてくれる人、okay? いくらお金があっても家がぐちゃぐちゃだったら I don't feel peace。 私だったら全然もうピースフォーな感じができません。 OK? Does this make sense to you? いくらビジネスができてもお金があっても、うん、じゃあそれがお給料がいい会社で働いていても If you don't know how to love yourself, the life is miserable。 自分のことを愛せることができなくて、いくらお金があってもお金じゃそのお金を使う先っていうのが OK、とてもいいじゃあお化粧品買える、right? お金があるからお化粧品買える or you can buy brand name stuff、right? But 彼女にとってどうしてそれを買うかっていうのは自分のために自分を愛すためじゃなくて She's buying because she is trying to get approval from someone else。 誰かに認めてもらいたいから、だからもう買う。 What's the point? I decided to wear this makeup、right? このメイクアップでも I hate this color。 赤色の口紅がセクシーって言われたから OK, so I'm gonna wear But I hate this color. I hate the look. でも私全然この赤のリップスティックとか好きじゃないのに I really like the natural look. What's miserable? OK? だから投資をギャンブルとして見ないこと。 OK? そして皆さんコーチとしてその投資でじゃあ誰かがお金を払ってくれた時に全てはお金じゃないし、しかもその投資をする理由っていうのはお金を稼ぐために投資をみんながするわけでもない。もちろんそういうファイナンシャルの投資っていうところでお金を投資して、でそこで株を買うとかね、もちろんそういうのだってあるし、不動産を買ってそれに投資するっていうのもあれば、自分の成長に投資をするっていうところでは別にお金っていう形では返ってこない場合だってもちろんあります。で例えば、まあ、このポッドキャストを聞いてる人は多分ビジネスをしている人がほとんど、またはこう興味があるやりたいなっていうふうに思っている人とかが聞いてると思うんだけども、じゃあ誰かに投資をした、誰かのコースをに投資した時に、投資がその時期になんていうのかな、じゃあ例えばその期間が3ヶ月の何かのコースだったとした時に、もしかしたらその3ヶ月以内では投資って返ってこないかもしれない。でもBut it's the process, right? ビジネスっていうのはもちろんプロセスだから、そこで3ヶ月で学んだこと、その3ヶ月以内には返ってこないとしても、それがどこかで何かしらの形では必ず返ってきます。でもそこにはやっぱり返ってくるか返ってないかっていうのはもちろんその本人、自分ですよね。うん。でも絶対に何かしらで返ってくる。If you believe it, right?If you're not doing it as a gamble, right?、うん、ここです。なので、これも、なんか、うん、自分の中で、例えば私だったらビジネスのコーチとして、こういうところっていうのはもちろん、うん、頭ではもしかしたら分かってたかもしれないけれども、なんか、例えば私だったら、以前の私だったら、なんか受講生さんみんな、その、例えばじゃあ1年のプログラムで、もちろん1年で、結果形としてじゃあお金が入ってくるっていう結果が出なかった人に対してなんかかわいそうだなとかっていうふうに思ったりとかもしたけれども、でも本人は本人でお金だけじゃなくていっぱい変化したとこがあって、で今でもビジネスを続けていて、今ではもちろん投資した部分のそれ以上のもの、お金だけじゃなくてそれ以上のものが返ってきてる人だってたくさんいます。 So again、 全てはお金で、投資した分全てがお金として返ってくるっていうのだけが別に投資ではないです。
そしてあと最後に2つのポイントで、1つ目が、まあ、最後から1つ目、This one. Ooh, there's gonna be. Are you ready? 全てのお客様みんながハッピーになるとは限りません。 Wow.もちろん私たちはみんなそのお客様に結果も出してあげたいし、みんなにハッピーになってもらいたいから、もう一生懸命コーチたち頑張ります。でもお客様みんながみんなハッピーじゃない時がある。でまたは返金を求められることもある。または分割払いの人だったらカード、ね、分割払いなんだけれども、途中で支払いが止まってしまうこともある。いや。だからこれな、本当に特にここなんて、ビジネス始める前から戦略、ここには戦略なんてないし、まあもちろん、そういうことが起きたらどういうふうにしたらいいかっていう、それはもちろんあるけれども、初めから本当にビジネスを始めてからもう、これこうなった時にはどうするなんて、そんなのももちろん知らなくてもいいんだけれども、Not everybody's gonna be happy, client. Just remember that. Okay. で、もちろんそこには、それを防ぐためにね、どうしたらいいかっていう、そういうのももちろんあるし、それは私もクライアントさんにも教えているけれども、基本的に何かっていうと、なんか無理やり焦らせるような決断をこう追求しないこと。焦って買っても絶対いい結果は出ない。私はもう特にそれを経験しているので、で実際に焦って、例えばね、私の場合だったらこの期間までにとかっていうのをやると、焦って買ったんだけども、やっぱ次の日になって、すいません、やっぱりちょっと本当に昨日焦っちゃったけれどもっていう風になるのね。 It's a loss for me. Okay? だから焦らせるような決断をする、そういうマーケティングは私はしない方がいいと思う。もちろん他のビジネスのコーチは他のことをもちろん言う人もいると思う。そのセールスコールではこうクレジットカードの番号をもらうまでセールス粘んなきゃいけないとかね、そういうふうにもちろん言う人だっているかもしれない。でも私は全く反対。 People who just talk to the people who are ready to buy. If the person's not ready, that's what it is. You just have to say, okay, わかりました。 There's nothing else. 本当にその説得するとかね、まあ私はセールスコールとかで、まあ話し方でね、そのお客様をこうモチベーションを上げて、それでイエスって言えるようなカンバセーションももちろん私もできますよ。でも I don't do that。 だって焦らせ、最後のイエスはあなたからしてくださいって私はもう言うんですね。そうじゃないと、後々になって焦ってとか足りないっていうところから、私はまだまだ足りないけど、このプログラムに入ればなんかどうにかしてくれるかもとか、そういうふうに思ってる人はもう絶対に結果が出ない。だってしてくれるかもって私に頼ってるわけだから。No. だからもちろんね、その違った理由でプログラムに参加されてしまった方はもしかしたらハッピーじゃないかもしれないし、または本当にこうただ単に本当に合わなかったっていうのも、相性とかね、合わなかったっていうのも多分あると思うし、私のクライアントさんの中でももちろんありますよ。クライアントさん、私のクライアントさんのクライアントさんで、こう内側の部分で何かがあって、コーチどうしたらいいか分かんないです、 I don't know, I need help、right? そういうこと It happens、 本当にあるんです。特に生徒さんが増えれば増えるほどそういう風になることがあります。そしてね、お金の問題だったりとかっていうのも本当にそうですよ。So what do I do? What do you do? 途中で3ヶ月のプログラムなんだけども、1ヶ月目でやっぱりやめさせてくださいって言った時、 What do you do? だからこういう時にやっぱりそういうのを経験してるコーチがいる方が、ここは本当に安心しますよね。だから、まあこういうことも本当にありますよって。でまあ私は私で、もちろん私の中で学んだこと、私のコーチから学んだことなど、今までの経験を生かして、私もそれはその時に合わせてコーチ、私の自分の受講生さんにサポートを、そういう時にはどうしたらいいかっていうね、もちろんサポートっていうのはしてるんですけども、であとはね、最後のポイントが、
Life happens. 人生いろんなことがあるんです。だからそういう中でビジネスをどういうふうに続けていくか、ここも本当に見えないですよね。表面ではすごいニコニコやってるかもしれないけど、裏側では分かんない。何が起こっているか分からない。It could be、 もしかしたらパートナーとのすごい喧嘩が起こっているかもしれない。もしかしたらお引越しをしている状態で大変な時期なのかもしれない。または having a baby、 赤ちゃんが生まれる。または赤ちゃんが生まれて、じゃあ仕事に復帰して、したら今までみたいにスケジュールが取れない、どうしたらいいかイライラする、right？またはこうリレーションシップでブレイクアップがあって、そんな時にもう落ち込んでるのにマスタークラスなんてやってられない、子供がこういう状況になって学校に行けない状態になってしまって、どうしたらいいか分かんない、こんな時にビジネスってどうしたらいいのか、または家の、まあ、両親になったりとかね、何かの病気でとかで、どこか国、日本に帰らなきゃいけなくなってしまったとかね、海外の人だったら、または誰かのその家に泊まり込みで何かをしなきゃいけなくなったとか、または、うん、パートナーの人の仕事の関係でもう本当にワンオペ状態になってしまって、もう本当に時間がもう全く取れない状態になってしまった。ビジネスどうやって続けていこう、right？ もうここは本当ビジネスの戦略とかそういう問題じゃないんですよね。 Life happens。 もう私も本当にこういうとこはもう数多く乗り越えてきました。完璧じゃないですよ、全然完璧でもない、もちろん大変だったところだってたくさんあります、okay？ だからビジネスっていうのは、ただ単にインスタグラムをやるとか、ただ単にポッドキャストを配信するとか、ただ単にこうワークショップをやるとか、それ以上のことなんですよね。ライフっていうところにもついてくるし、また家族がいるんであったら本当に It's 家族、こうビジネス、ビジネスはビジネス、家族は家族って、こうやっぱ切っても切れないところってあるんですよね。うん、だからまあこういうところっていうのは本当にビジネスコーチでね、サポートしてくれる人がいれば本当にサポートもらえるし、でもビジネスだけを教えてる人だったら、もしかしたらこういうところっていうのはね、サポートできないところも、できない部分もあるのかもしれない。 I don't know、right？ 私はもちろん私の経験のあることしかもちろんお話できないし、まあ私の場合はあとは、まあ、マインドセットワークとかっていうのもずっとやっているし、うん、自分の経験っていうのでもちろんアドバイスできるところは本当にアドバイスしたりコーチしてあげたりっていうのはあるんですけども、 Yeah it's a lot。 本当にビジネスってもうすごい下の部分にまでいろんな見えない部分まであるので、うん、皆さんの中でもまあね、今日この話を聞いて知ってる人もいるかもしれないし、まだまだこれからねそういうところを乗り越える人もいるかもしれない。でも、うん、私もそういうところも乗り越えてきて、だから人生ね、いろんなビジネスって楽にできるっていう人もいるかもしれないけど、楽に、私は楽しいものだと思う。もちろん楽しいものだと思う。じゃあだからといってそういうハプニングとかこう壁がなくなるから楽しくなるのかじゃなくて、そういうことが起きてもどういうふうにして乗り越えるか分かってくる、またはやっぱりこう自分を信じることができるっていうとこですよね。要するにそれってじゃあ自信があれば恐怖と向き合わないかって言ったら、そうじゃなくて、いくら自信のある人だって常に恐怖っていうのとは向き合ってるけれども、その恐怖に負けないで恐怖とうまくダンスをすることができる。あ、またはこう勇気、ね、勇気っていうのも自信なんてないけれども勇気を持って一歩出すことができる。でも自信はない、でも勇気がある、right？ だからこれっていうのは本当に何て言うんだろうな、筋肉がこうついてくる。でじゃあ10パウンド、その 10パウンドって何て言う、何キロぐらいの、 6キロぐらいなのかな、じゃあ6キロぐらいのダンベルを持って、じゃあ筋肉があればその6キロ のウェイトが、ダンベルは軽く感じる。でも6キロのダンベルを持ち上げてるのは変わらないわけなんですよね。筋肉がつけばじゃあ6キロっていうのじゃなくなるかって言ったら、6キロは6キロなんですよ。勇気がつけば何もフィアがなくなるか、 No, fear of fear なんですよ。 Make sense? Alright, so that's all for today ということで、今日は、ビジネスで、表に見えてるビジネスじゃなくて本当に裏の部分のビジネスのお話をしました。で、今月はですね、私が無料で開催するマスタークラスがあります。
It is called deactivate. Deactivate. 皆さんのすでにある、ね、内側の部分のパワーを activate。本当にアクティベーション。言いますよね、日本語で。アクティベートさせて。で、皆さんのパワーをどういうふうにしてビジネスに生かしていくか。そしてどういうふうにして、こう、inner peace。内側のピースのを、inner peace がありながらビジネスの成長、豊かさの成長をしていくことができるかってところになります。だからこのマスタークラスではどういうふうにしてフォロワーを増やすかとか、そういうどういうふうにしてステップバイステップのとかっていうのは全く教えません。 But I'm gonna activate you. I'm gonna activate your power. I'm gonna activate your fire. 内側から燃えるものが絶対にあります。 Okay? で、絶対にこのマスタークラスを受けると何かしらの変化が心に起こったりだとか、皆さんのこのビジネスのこうエボリューション、進化が起こり始めるって私は絶対に思っています。もしも今日のねカンバセーションとか話を聞いて何か心で思うことがあったり感じることがあったら、 You have to join. Make some time. Join with meIt's gonna change the way how you look at your business. It's gonna change the way how you do your business. It's gonna change the way how you see yourself. Everything. I am super excited! マスタークラスの、始まる日ですね。始まる日は10月の、アメリカね、10月の17、日本は18です。で、朝、日本は朝の6時。早いです。で、アメリカは夕方の4時です。なので、もちろんね、みんなライブで参加できない人いると思います。That's okay. 録画でぜひ見てください。で、録画のアクセスあります。で、今回ね、ちょっと一応10月までとかっていうふうに考えてたけど、Actually, I'm feeling a little different. もしかしたら録画アクセスちょっと長くするかもしれない。で、なんでかっていうと、そのさっきの話したように、みんなに焦ってやってほしくないんですよね。ただ単に焦っていっぱい聞いて、はい次、はい次、はい次ってやったら全然意味がないから。I'm feeling a little different, so we'll see. もう本当に私のフィーリングに今回は、乗ってやろうかなっていうふうに思っているので、ライブの録画アクセスもあるし、もしね、今このポッドキャストを聞いて、で、そのポッドキャストを聞いているのが、もしかしたら、その、10月の本当に終わりかもしれない。Just message me, メッセージで。まだマスタークラスアクセスあるかって聞いてください、もしも。後から聞いてる人いたら。You may have access still. So yeah, message me on Instagram, DM me. All right, have a wonderful day. Bye.